一の鳥居本殿手前から第四殿、第三殿、第二殿、第一殿,殿、春日大社は奈良県奈良市春日の町にある神社。式内社22社の一社。旧社格は官兵大社で、現在は神社本庁の別表神社。旧称は春日社、新門は下がり富士。全国に約千社ある春日神社の総本社である。ユネスコの世界遺産に、 古都奈良の文化財の一つとして登録されている。奈良時代の神語慶運2年に、平城慶の守護と国民の繁栄を祈願するために、創建され、中富野氏藤原氏の氏神を祀る。主祭神の武見一命が、迫力に乗ってきたとされることから、鹿を神主とする。主祭神は、以下の世柱。総称して春日神と呼ばれ、藤原氏の氏神である。かつては、 藤原氏の人間しか通れなかった藤鳥居。古代五天皇が中宮純子内新郎に送った和歌にも読まれた。なら、平城計2遷とされた和道三年、藤原富人が藤原氏の氏神である鹿島神を春日のお二山に移して祭り、鹿巣神と称したのに始まるとする説もあるが、社殿では神語慶文二年に藤原長手が鹿島の竹三一命、 カトリの共地種名と、平岡神社に祀られていた、雨の小屋根の命、姫神を合わせ、お二山の麓の四殿の社殿を造営したのをもって、春日社の創始としている。ただし、近年の境内の発掘調査により、神語慶運以前よりこの地で祭祀が行われていた、可能性も出てきている。藤原氏の流星とともに、当社も流星した。平安時代初期には、 関西が行われるようになった。当社の例祭である、春日祭りは、かの神社の青い祭り、岩清水、八幡宮の岩清水祭りとともに三直祭の一つとされる。歌唱三年には、竹見和ち命、共通主名が、天行三年には、朝廷から雨の小屋根の命が、最高位である小一くらいの深海を授かっている。 演起式神明朝には、山和国祖江上郡春日祭神四座と記載され、名神大社に列し、月次、新滑の平白に預かると記されている。春日祭り当日、直子が藤原氏の人間の場合は、藤鳥居あるいは、藤の鳥居という鳥居をくぐって本殿に進んだ。藤鳥居は、五代醐天皇が、現行三年十二月、 中宮のに作立された聖妃の純古内信王のために読んだ和歌にも歌われている。藤原氏の氏神、氏寺の関係から、幸福寺との関係が深く、後任4年、藤原冬継が幸福寺南遠藤を建立した際、その本尊の福建作観論が、当社の祭人、竹見和命の本事物とされた。神仏集合が進むにつれ、 春日社と幸福寺は一体のものとなっていった。11世紀末から幸福寺首トらによる豪祖がたびたび行われるようになったが、その手段として春日社の神霊を移した榊の木を奉じて上落する神木道座があった。1871年に春日神社に改称するとともに、官兵大社に弟子、官兵大社春日神社となった。 1946年12月、近代社格制度の廃止に伴い、このままでは単に、春日神社となってしまい、他の多くの春日神社と混同されてしまうので、これを避けるために、現在の春日大社に改称した。1948年に、神社本庁の別表神社に、加列されている。1998年に、ユネスコの世界遺産に、 こととならのの文化財の一つとして登録された創建以来ほぼ20年に一度、本殿の位置を変えずに建て替えもしくは修復を行い、ご神宝の新調を行う、式年増体を行ってきており、最近では2015年から2016年にかけて、第60次式年増体が行われた。現在も、当社では、年間2200余の祭祀が日々行われている。 春日大社主要祭事一覧節分万灯籠五郎、春日祭りお都会の儀春日大社は、平安時代に奉納された貴重な刀剣、甲冑、美術工芸品などの国宝、重要文化財を含んだ多数の文化財を所蔵することから、平安の焦燥院と呼称されている。これらの文化財の一部は2016年10月に真相開館した。 カスが大社国宝殿で鑑賞することができる。2016年度から1939年に宝庫の天井裏から発見された12不利の太刀を順次研ぎ直し始めた結果、複数の太刀が国宝、十分級の貴重な文化財であることが判明しており、研ぎ直された貴重な太刀は報道発表に続いて国宝殿で順次公開されている。2016年12月には、 円塾に吉作の一振りと、北条と木村が奉納したと見られる、平安末から、鎌倉初期の無名の古尾前門の二振りが、報道陣に公開された。2018年1月には、4番目に研ぎ直された黒、漆山金作立ちが、報道陣に公開された。この立ちは1942年に重要美術品に認定されていたもので、研磨の結果、 平安時代後期の古法記とみられ、刀身に反りのある日本刀としては最古級の安綱作の可能性もあるという。赤い刀脅し鎧黒お脅し、八はずさ丸黒お脅し道丸後手国宝、古神宝類の名細、元宮五両古神宝類の名細、若宮五両古神宝類の名細、若宮五両古神宝類,類,類のうち、毛抜き、形立ち、黒漆大ら文色、剣、 小、ワゴンは2001年に追加して、6行目の牧江弓と黒漆平文保古は2007年に追加して、柏木と担当柏木と担当転居、2000年までに指定の国宝、重要文化財の名称は、国宝、重要文化財大前別館による。ありがとうございます。